94分。そしてここでホイッスル。がっくりと膝をつく選手たち。名古屋グランパス3対1敗れました。まだ新潟の結果はありますが、新潟が大敗でない限り名古屋の J1 残留はありません。現実的には苦しくなりました。名古屋ここでどうやら今シーズンで J1 はついえることになります。新潟広島に0対1敗れましたが、0対1でゲームが終了しています。この時点で名古屋グランパスの J2 降格が決まりました。オリジナル10の名古屋グランパス、去年の清水に続いて再びオリジナル10の一角がまた J1 を去ることになりました。